桜花七部会バーソロミュークマに追い詰められた麦わらの一味だったが、ゾロの捨て身の行為で辛くも危機を脱し、ブルックを仲間に加えて航海を再開した。やがてグランドラインを半周し、航路を横断する絶壁の大陸レッドラインに到達する。この大陸を越えて新世界に入るには、シャボンディ諸島にいる職人の手で船をコーティングしてもらい、深海にある巨人島を目指すしかない。航海の途上で再会した元アーロン一味のハッちゃんと和解した麦わらの一味は、彼の案内でシャボンディ諸島に上陸。そこには超新星と呼ばれる億超えのルーキーたちが集結していた。一方で町では天竜人と呼ばれる貴族が理不尽な振る舞いを繰り返していた。彼らはかつて世界政府を作った王たちの末裔で、もし手を出せば海軍大将が派遣されるという。そんな天竜人と小競り合いが起こり、ハッちゃんが撃たれた。激怒したルフィは天竜人を殴ってしまう。事件はすぐに海軍に伝わり、ルフィたちは海軍によって直ちに包囲された。いずれ海軍大将も現れるという危機的な状況の中で、ルフィたちの前に謎の男が姿を現す。おお、ハチじゃないか。何しとるこんなところで。その傷はどうした？レイリー、なんでこんなところに？なるほど。まったく、ひどい目にあったな。お前たちが助けてくれたのか？さて。なんで、何した？今なんだこのじいさん。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー・ディ・ルフィ。名誉シルバーズ・レイリー、まさかこんな大物にここで出会うとは。この島じゃコーティング屋のレイさんで通っている。下手にその名を呼んでくれるな。おっさん、俺に会いたかったってなんだ？話は後にしよう。まずはここを抜けねばな。すでに海軍に包囲されているようだ。犯人は速やかに降伏せよ。じきに大将が到着する。どうなっても知らんぞ、ルーキーども。巻き込まれるどころか、完全に共犯者扱いか。仕方ねえ、表の掃除はしといてやるよ。お前は下がってろよ、これだけで十分だ。奴らを捕まえろ。まずは海軍の包囲を突破しよう。私は手を出さんので、君らで頼むぞ。俺がやる、お前は逃げていいぞ。もう一度俺に命令したら、お前から消すぞ。なかなか頼もしいじゃないか。これで包囲は解けた。待て！キリがね。ルーム。お前ら先に行ってろ。シャンブルズ。
気を楽にしろ。すぐに終わる。じゃあな、麦わら屋。仲間を守ってた。これはあいつ嫌いじゃねえな。敵はまだ来るぞ。今のうちにハチを安全な場所に運んでくれ。にゅー、迷惑かけてすまねえ。ハチを頼むぞ。他の者は私と共に行こう。後でまた落ち合えるだろう。あいつらが敵の注意を引いてるうちにハチは逃げて。でもいいぞ。大玉行けろ貴様も。容疑は悪いな。このゴムのキャノン。よし。このゴムの雷警報発令よ。サンダーボルト発見。バーソルミュー君、なぜまた。もしかしてスリラーバークで後に来たって言ってたやつか。ああ、そうだ。やるしかねえな。なんだらぶとっけ。分かってんだから、初めから全開だ。行くぞ。本物なのか。衝撃も飛ばさねえし、野球もねえが。あいつの体サイボーグか何かなの？よし、そこでハチを休ませるといい。君たちも少し中で話さんか。海賊王の船に？ああ、副船長をやっていたシルバーズレイリーだ。よろしくな。しかしよ、ゴールドロジャーが処刑されたってことは、一味は全員海軍に捕まったんだろ。捕まったのではない。
不治の病にかかっていたロジャーは最後の航海でグランドラインを制覇した後自首したのだ。そして航海処刑の場で大海賊時代の幕開けとなる最後の一言を残した。わずかに灯った命の火を奴は豪華に変えた。我が船長ながら見事な人生だった。じゃあまるでこの大海賊時代は意図してロジャーが作ったみてえだな。そこはまだ答えかねる。ロジャーは死んだのだ。今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ。おさん、一個だけ聞きたいんだけど、ワンピースってのは本当に最後の島に？ウソップ！宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。ここでおっさんに何か教えてもらうなら俺は海賊やめる。つまらねえ冒険なら俺は死ねえ。やれるか君に。この先の航海は君らの想像をはるかにしのぐ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか？支配なんかしねえよ。この海で一番自由な奴が海賊王だ。お前ら気をつけていけよ。本当にありがとうな。麦わらの一面を見つけたぞ。船のコーティング作業には3日もらおう。終わるまで君たち死ぬんじゃないぞ。飛ばして突破するぞ。再起動完了。嘘だろ、さっき倒した奴が復活しやがったぞ。おいおい、なんて無様な姿だ。海賊に押されてんじゃねえよ。あれは何者だ。行儀は悪いな。このゴムの雷警報発令よ。三刀流三百本堂引っ通し。何も答える筋合いはねえな。ワイは世界一口の固い男、戦闘丸だ。始めるぞパシフィスター。これを何体も相手にしろってのか。ここは逃げよう。一緒じゃダメだ。バラバラに逃げるぞ。もうビーム超え。グダグダ言ってねえで必死に走れ。シャッター。よし死なれて。としてももうあんなのと戦う体力残ってねえぞ。
キザル、おかしいね。気をつけ、あの海軍大将。大将、そろそろキザルのおじきも到着してる頃だな。じゃあワイも行くか。シュート。ワイは世界一ガードの固い男、どんのガードも怠らねえよ。戦闘丸に進路を塞がれちゃった。これじゃ敵に追いつかれるぞ。行儀は悪いな。ゴムゴムの雷警報発令よ。三刀流、あお行くぜ。クールドキックソース。おお、怖いね。もしもーし、あれ、もしもーし、ああ、こっちか。こちら、ボルサリーノ。おじき、ちゃんと持ってんじゃねえか、ごでんでん虫。なんで連絡してこねえんだ。お、おお、戦闘丸くん。ああ、じゃねえだろ。何やってんだよ。もう島に着いてんだろ。いや、それが連絡取れなくてね、君に。もういいよ。それよりさっさとこっちに来てくれ。おお、わかったよ。
なかなかいい攻撃力だ。おめえらの力を見くびってたぜ。シビスター奴らの逃げ道を塞げ。で、出ろ。それね、どうすりゃ。お前らのバカ騒ぎのおかげで仲間を逃がせた。借りは作りたくない。終わりよ。お前戻ってきたのか。道を塞いでる奴らを俺の周りに集めろ。まとめて片付けてやる。そいつはお前を狙ってるぞ。そのままこっちに連れてこい。メゾンシュート。ここまでだ。デッカーン。シュート。時間をかけすぎだ。再起動する前にと言ったはずだぞ。動かれると厄介。ぶっ飛ばして動きを止めておけ。こいつが再起動する前に他のも同じ要領でやってくれ。これでいい。あとは任せた。ルームシャンブルズ。これで撤退を再開できるな。行くぜ。飛び立つ。今のは一時しのぎだ。また追いつかれる前に急いで逃げろ。麦わらの一味確認。追撃再開。待て PX1。 パシフィスタが消えた。あいつ
本物だ。間違いない。今の能力見たことあるもの。スリラーバークで女の子が一人ああやって消されて二度と帰ってこなかった。てめえなんでここに。味方に何やってんだ熊子。麦わらの一味はあそこか。スペシャルオイルボーン。さっきテーブル。おいストップ。おいストップ。私の名は聖剣士です。ファイブスファルガーロー、君も捕まえにゃならんのでね。やべえ、あいつも狙われた。行くぜ、コンカツ。せいぜいお気をつけなすって。ひよっこの職。お前何やってる。早く逃げろ。速度は重さ。光の速度で蹴られたことはあるかい。天の群れ、うん、手を貸せ。天の群れ、アキテーブル。少しだけ本気を出そうかね。やれやれ、本気を出さなきゃいかんかね。おい、これがいい。俺がやる。びっくりしたね。でも
麦わらの一味は逃がさないよ。おっとっと、なかなかやるね。でも甘いね。やめろ！無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい？冥王レイリー。若い目を摘むんじゃない。俺から始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天野脈雲。困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちは勝てねえ。旅行するならどこへ行きたい？ナミ！もうやめろ！お前！ルフィ、助け！なんだ、俺は仲間一人も救えない。もう二度と会うことはない。さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。